未来予測 YouTuber、未来予測時事チャンネル主催の岡本明宏と申します。よろしくお願いいたします。なかなか新装の Windows 10の、新放送、この2日間ちょっと仕事疲れてなかなかやることもできませんで、今日もちょっと夜更かしで放送させていただきます。本日は12月3日、時間は11時34分になっております。明日もちょっと早いところでございますが、本日は、日本経済新聞12月19日、11月30日付、景気不透明感一段と、10月4.2%低下、概需縮小、増税、台風響くということで、まあ一言のように言ってますが、本当は原因は違うと私は思ってますけどね。いよいよ景気悪化が始まったなという感じがします。10月の生産はですね、3年半ぶりのですね、低下水準ということで、このように出てます。今この辺ですね、このレベルで来てたんですが、いよいよですね、まあ、17年、18年、非常に高い水準だったんですが、いよいよこれ下がってきたということになります。国内景気が、10月の消費税引き上げ以降、一段と不透明になっている。経済産業省が29日発表したと。10月の鉱工業生産は前月4.2%低下したということです。生産数の幅、低下幅は1年9ヶ月の大きさとなったと。それで、増税直後は、4月は同じ基準で4.4%低下しており、同規模の低下となってなったと。経産省は、基調判断を今までの岩含みから、岩含み？このところの岩含みから岩含みに下降に修正したと。メーカーの判断予測によると、11月は1.5%の、低下も見込まれると。増税前の駆け込み需要に対する、反動や、台風などの自然災害も響いたと。それだけじゃないんじゃないですかと思うんですが、私は思いますが。問題は雇用市場の悪化がですね、この子、基調、傾聴とな、言えなくなってくると。厚生労働省の発表した有効新規求人数は4.0%減少だったと。3ヶ月連続と。輸出不振の影響を受けやすい製造業では、10月まで、9ヶ月連続人が減ったと。消費税の反動や、自然災害などへの影響は一般的に一時的と見られ、時の経過とともに解消するであろうと、こういうふうに書いておりますね。さあ、どうでしょうかということで、ちょっと今回根深いんじゃないかと思ってるんですね。前回の消費税の場合はですね、非常に人の雇用っていうのは上がってたんです。労働雇用が上がるということで、かなりうまくいってたんですけど、それでも復活するまでに1年半かかりました。ですから、これから1年半落ち込むということに最低になっていくと思うんで、まあ、それよりもやっぱり気になるのはこれでしょうね。この労働市場の問題、これは非常に大きな問題じゃないのかなと思います。これ雇用の落ち込みというのは、前回2014年ですか、まあ、あの時と、前回の8%の時と明らかに違うということです。僕も消費見ててちょっと違うなという印象を、僕も街角の動き見てるとそんな感じもしますね。
雇用が落ち込んでるときはどうだったのかっていうと、89年は、税率3%のものが、初めて保証費でやったとき、バブル崩壊と。97年のときには橋本内閣がですね、消費税導入すると、その、秋口は山一倒産ということですね。だいたい今、89年12月ですから、この冬でしょうかね、もうそのぐらいのタイムラグだから、もうちょっと後になる可能性、3月とかでしょうか、だいたい6ヶ月と見て、消費税が10月ですか、16で、やっぱり4月とか、6月とか、まあ、もしかするとオリンピック前後以降のもう景気の悪化は織り込んでいかなければいけないなというところになると思います。まあ今回はですね、このパターンになる可能性があると。それで、6月に軽減税率なくなると言われてますから、そこからが大変なことになります。つるべを落として景気が悪化をする。さあ、株価はどうなるでしょうかね。金利は安くなるから、自己株式の部分はなんとかなるかもしれませんが、どこまで自己株式で買いまくってね、ごまかし続けるか。さあさあ、見ものになってきましたね。株価の悪化というのが一つの焦点になっていくのかなと思っているところがあります。景気の悪化と株価の悪化、両方がですね、重なっていくと非常に大きな問題になっていくのではないかなと、私は、かように思っている次第でございます。まあ、第1回目の放送をやらさせていただきました。まあ、前回のテストのやつを見ても結構画像が綺麗で、私も一つ、まあ、満足しているところがありました。そして、まあ、今後もですね、このような放送を続けてまいりたいと思っております。ただ、年末になってきておりますので、まあ、はたまたどうなるか、ちょっと一週間に一遍程度にはならざるを得ないなと思っております。まあ、ここに来て、まあ、まあ、安倍さんの場合、こういう大きな、なんていうか、桜の会の問題が浮上し始まりまして、ここにこういう問題が重なってくる。まあ、株は前回、まあ、お話しした通り、例の 年金資金を導入するのかどうか。まあ僕に対してね、これ出した後、Facebook での妨害っていうのも多少あったりしてもしたのも事実なんですが、それに伴って、やっぱりちょっと安倍さんもそこを言われるのはタブーなのかなというのを、ちょっと感じたような次第があります。それで株を持たせますが、果たしてどうなっていくのか。この年末選挙をもしやるならば、もう株価対策というのは即避けられないだろうなと思ってますね。まあ来年サウジアラムコのですね、上場するのではないかという予測もありまして、ちょっとその辺がもう面白いところだなと思って私も見ておりますが、果たしてどういう展開になってくるか。こういうのは大型上場をぶつけて、来年度で解散するのか、今のなんか政府は勢いがあって、桜の会、野党がまたバカだからなんとかんとかって言ってますが、ただ野党が取れない。まあ、この先日の立花さんの放送を見てても、れいわ新選組がどうも17ぐらいは取るという予想がありますので、まあ自民党の50のマイナスのところの流れの中にさらにですね、令和の分が入ってくるというのは、まあ、立花さんの発想が正しいかどうかちょっと立花さんの予想って結構当たるんで、令和が入ってくる可能性もある。N 国もまあ7から10持ってくる。それで、もしかすると勢いつけてオリーブの木が1とか2とか取る可能性も出てくるので、ここだけで20ぐらい動いてくる可能性がある。第3極っていうのが動き始まると、ちょっととこれは分からなくなりますね。まあ、そこでもし野党だけで50取って、そこで17、8取ると、だいたい今290ぐらいある議席が、
まあ、6、70動くわけですから、まあ、一気に過半数割れという可能性も否定ができないところになると思います。これ、不況になればもっともっとひどい実績が出てくる可能性があるということで、まあ、波乱含みの2019から20の流れ、果たしてどういうふうになるか、まあ、注目していきたいと思います。では、以上でございます。